ガッツ、首んとこにある紋章みたいなの何？烙印だ。こいつが悪霊を呼び寄せる。奴らは生贄を求めてどこだろうと現れる。生贄？過去に何があったんだろう。一体何がガッツをこんなにさせたの？何も考えずに殺し尽くせばいい。
休んでる暇はないよ。また楽園に引かれてきやがったか。獣ども、最後の一匹までこの俺がぶっ殺してやる。こいつは生きてる奴の戦いなんだよ。吐き出していい気分だぜ。まだついてきてやがんのか。何しようが俺の勝手じゃん。まあそうだが。それにしても会うたびにボロボロだね。俺が直してやろっか。目障りだ、消えろ。ガッツ。最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？うるせえ、そういうもんじゃねえよ。結構気に入っちゃったりして。ガッツ、援護は俺に任せとけ。こう見えても俺エルフ次元流7段だぞ。なんだそりゃ。ま、ないよりマシか。化け物どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの。やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ。この痛み、近くに奴らの仲間が。
町のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。私はあんな冷酷な人じゃなかったのに。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。あんたに捕まってもらっちゃ殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。
の恨みをさあ一緒に。ふざけるな、俺は貴様らの仲間なんかじゃねえ。これは俺の戦いだ。血と肉を持ったこの俺のが。の城に乗り込む。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。おお、頼んだぞ。何者だ。
通すわけにはいかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。一流というわけか。仕掛けたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいようとはな。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。何も血肉を削ぎ悪霊どもに取り憑かれてまで苦痛と恐怖のみの戦いを続ける必要はない。そう、無意味な戦いだ。もう終わりにするがいい。貴様をその苦痛から解放してやる。貴様の腕はよくわかった。どうやらわしも少しは本気にならねばならんようだな。見事なものだ。力、
技ともに極限まで鍛え抜かれている。貴様を打ち破れる者などそうはおるまい。人間にはな。世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、五人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね。これどうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも